で、これがまあ東京で3つの病院があるので割と大騒ぎっていうのなんですけど、じゃあこれ東京がこういう状態ですと。で、そのうちは神奈川で起きました、千葉で起きました、大阪で起きました。で、その大都市の方が人間との距離が短いので感染が広まりやすいと。で、でも人ってどんどん移動していくので、そのうちじゃあそれが地方に行きますよねっていうのになってしまうので、まあどうしようもないよねっていう状態なんですよ今。で、そのじゃあさっきその全員調べりゃいいじゃんっていうドイツのアプローチをしようとすると、今その日本の感染症を扱える病院のベッドの数っていうのが5800ぐらいなのかな、6000弱ぐらいで、今入院してる患者の総数が4300とかだったかな、確か8割ぐらいもあのベッド数的には埋まっちゃってるんですよね。なのであと 20% あ違うか、もっと多いじゃん、入院中5674人か、あ超えてんじゃん、地域によっては超えてんだね。まあ笑い話じゃないんですけど、っていう感じで、なんかあのね、今日僕その番組に出て知ったんですけど、その埼玉県とかって入院しなきゃいけない人が入院待機中になってるんですよ。っていう感じで、その本来入院しなきゃいけない人っていうのが入院できなくなりましたと。で、その自宅待機なんだけど、自宅待機でじゃあ悪化してしまってそのまま亡くなってしまうっていうのが起きてしまうと。その、 あの志村けんさんの話って何回かしたと思うんですけど、その肺炎ですっていうふうにそのかかりつけのお医者さんに言われて病院に行って、でそこで意識がなくなって、その人工呼吸行ってエクモつけられて亡くなっちゃったんですよ。なので病院行った次の日にはもう意識不明で、それ最後までも目が覚めませんでしたっていうパターンで、じゃあその入院できないから自宅待機ですって言われて、自宅待機の人がじゃあ肺炎になりましたっていうと、もうそこで終了なんですよ。人工呼吸器足りません、だって家に人工呼吸器ないでしょっていう、っていう状況なので、あのどうするかっていうと、多分今の日本が最後に取れる手段って、今のその外に出ちゃいけませんよっていう8割の感染をなくしましょうっていう作戦なんですよ。そのじゃあその人間同士が接触しなければ、あのウイルスって基本的には広がりようがないんですよ。で、あの日本だと3密っていうなんか言い方をしてるんですけど、この言い方してるのって僕が知る限り世界中日本だけで、あの他の国ってじゃあコロナウイルスにどう対処するのっていうのはソーシャルディスタンスって言い方をしてるんですよ。要は社会的距離、その 1.5 メートルから2メートル離れましょう。要はその人の呼気だったりとか、あと触ったりするっていうので感染するっていうので、物理的に距離を取りましょうっていうのが、あの日本以外の国のコロナウイルスの対策方法なんですよ。ところがどっこい、日本ってその電車のようなものがあるので、その2メートルの距離を取りましょうっていうのが言えないので、なんかよくわかんない3密みたいな日本独自の謎のこう妥協点の言葉とかを作り出すわけですよ。で、まあ、で3密を守ればいいのかっていうと、結局3密守っても接触感染があるので満員電車ダメだよねとかもあるんですけど、でじゃあその8割の人たちがじゃあ一切人と関わらなくなりましたってなると、ウイルスの感染っていうのが速度が落ちるので、結果としてこれ以上新しい感染者を増やさないというところで、じゃあ新しい感染者が増やさないので医療崩壊しませんと。で、医療崩壊しないまま8割の接触がなければどんどんウイルスは減っていくので、自然にコロナウイルスがなくなる可能性がゼロではないですよっていうのが、今のところ日本が乗り切れる最後の手段なんですよ。1年後だとワクチンができるとかっていうパターンがあるんですけど、1年以内に多分何らかの解決する可能性って、その今回の1ヶ月でやろうとする8割の接触を断って感染を広げるのをやめましょうっていうのしかないんですよね。なので皆さん感染をその増やさないようにするには、その接点を持たないようにしましょうっていうのを割と政府だったり、まあ小池都知事とかが言ってるっていう、そういう状態でさえ。飲食店を開くための資金を貯めていたのですが、1年後2年後飲食店の経営は厳しいと思いますか。2年後はなんとかなると思いますけど、なので2年後までお金貯めといた方がいいんじゃないですかね。1年後はまだ厳しいと思います。あの1年後にはまだこの状態は収まってないと思います。
結局収まる方法としては、まあ、ワクチンができるときって言われてるんですけど、ただそのワクチンできるのが1年半ぐらいかかると言われてるので、で1年半が、ベストなプランで1年半、要はそのジョンソン&ジョンソンとかがなんかタンパク質の構造体見つけましたと、でこれ効果があるかもしれないので今度実験やります、臨床やりますって言ってるんですけど、効果があるかどうかっていうのはまだわからないんですよ。でもし効果があったら最短で1年半後にできますなんですけど、まず効果があるかどうか分かってない状態なんですよ。でビル・ゲイツもその7個ぐらいワクチンの工場を作ってるんですけど、そのワクチンの効果もまだ分かんないんですよ。でも効果があったっていう時にすぐに世界中にそのワクチンを広げることができるために、その工場を先作るっていうのをやってるので、そのワクチンの工場を7個作ってるよっていうと、じゃあワクチンもうできるんじゃんって誤解をする人がいると思うんですけど、効果のあるワクチンはまだ見つかっていません。こんにちは、いつも配信を楽しみに見ています。会社設立1年目ですが、ひろゆきさんの前回の配信でバーすぐ潰すべきという言葉を受け、一旦会社を休業することを決めました。休業前に補助金という受けるつもりです。お金は円で持っていくのが不安です。3年後ぐらいに再開する手ですが、お金はどういうふうに持っておくべきでしょうか。感想でも叶いません。円、ユーロ、ドルで分けて持っておけばいいんじゃないでしょうか。円とユーロとドルの全てが下がったときは逆に下がったように見えないです。で、まあ、円だけ下がるとかドルだけ下がるとかあったら、場合はユーロを持ってればなんとかなるってあるので、で中国元で持つという手がなきにしもあらずなんですけど、中国元を引き出すことができないとかっていうのを中国はやったりするんですよ。外国人は元を持ち出してはいけませんみたいなっていうのがあるので、その虎の子のお金を中国に預けちゃって、その預金封鎖みたいに引き出せないってなると、結局取られちゃったのと一緒なので、そのリスクを考えると、一応その安心できる銀行で為替、そのドルだったりユーロだったりっていうのに変えた方がいいんじゃないでしょうか。今年度の受験にコロナの影響ってあると思いますか。思います。10ヶ月なので大丈夫かなと思いますが、多分まあその塾とか予備校とかがなくなるのと、あと今年の授業がひょっとしたら9月ぐらいまでできない可能性があって、そうすると多分受験して1年生もう1回入れるのかみたいなのになると思うんですよね。でみんなお金もないからどうなるんだろうね。進学率は下がるかもしれないね。政治家が同じ選挙区から出馬できないようにすることである程度世襲議員を減らすことができると思いますか。多少減らすことはできると思うんですけど、世襲議員を減らす必要はあるんですかね。これは読んだか。あ、じゃあ一通り読んだかな。はい。どうして岩手県だけコロナ感染者出ないんですか。東北とか、あとまあ新潟とかもそうなんですけど、田舎であればあるほど、その周りの噂っていうのが、すごい厳しいっていうのがあるらしいんですね。なので多少体調が悪いぐらいだったら黙ってるっていうのがあるらしいので、その岩手で本当にその感染者がいないのかもしれないんですけど、感染してると思ったとしても調べないっていう人は結構いるんじゃないかな、東北はっていう気がするんですよね。まあ村八部的なやつ。でも日本の死者数少ないのは、僕もその日本が死者数が少ないので割とちゃんとやれてるんじゃないかと思ってた派だったんですよ。要はその検査自体はあんまりしてませんと。なので感染者数の人数でいくと日本って少ない方の国なんですよ。なのでじゃあ感染者数少ないじゃんってなるんですけど、それは検査してないからなんですよ。ドイツとかって、30万人ぐらい感染者いるのかな。で、ただそれはめちゃくちゃいっぱい調べてるからなんですよ。で、結局でも、亡くなった人2000人ぐらいなんですけど、で、じゃあ感染者が、少ないのは検査してないからだと。でも、死者が少ないんだから、実際問題としては別に問題ないんじゃないのっていう説があるんですけど、で、それに対して安倍首相が答えてて、コロナウイルスにかかった人って肺炎になって亡くなる方が多いと。で、その肺炎の中で、間質性肺炎っていう肺炎に亡くなるのって、その細菌とかじゃなくて、ウイルス性の場合が多い。なので、間質性肺炎で亡くなってる人は、CT だったり、PCR 検査だったりで、全員調べてますって言ってたんですよ。
あの会見で。なので、あ、感染範囲で亡くなった人っていうのを全員調べてるから、それでコロナです、コロナじゃないです、コロナウイルスです、コロナウイルスじゃないですっていうのが分かるから、じゃあ死者のコロナウイルスにかかった人っていうのの人数はちゃんと把握できてるんだと思っていたのですよ。で、東京でだいたい1ヶ月に間質性範囲で亡くなる方っていうのが、まあ、あの統計上140人ぐらいいるらしいと。あの年間にその1500人ぐらい亡くなるので。で、じゃあ東京が何件間質性範囲を調べてるんですかっていうのを、モーニングショーっていう番組が東京都に確認したところ、調べてるのは3人と。で、毎月140人間質性範囲で亡くなってるのに調べれてるのが3人なんですよ。で、それってじゃあちゃんと調べてないじゃんっていう。要は間質性範囲ですって言って、亡くなった人の中にコロナウイルスにかかってる人がどれぐらいいるかがわからないんですよ。なので、じゃあ今日本ってその死者そんなにいないよねって言われてるんですけど、一応今98人かな、いないって言われてるんですけど、でもじゃあその毎月毎月東京だけで140人亡くなってる人の 10% が、じゃあ感染範囲で亡くなってる人のコロナが 10% ですっていうと、じゃあ日本中で肺炎で亡くなる人って年間10万人とかいるんですよ。で、そうすると 10% だとすると、もう死者1000人とかにすぐ行くわけですよ。なので、日本の死者が少ないっていうのが本当に調べた結果で少ないのか、見過ごしてるだけなのかっていうと、今のところ見過ごしてるが正解だと思うんですよね。だって調べてないんだもん。要は調べた後に少ないですって言ったら、あ、そうだね、少ないねってなるんだけど、調べてないんだから、それは見過ごしてる可能性ありますよねっていう話です。はい。